英語ができるということっていうのはどういったところかっていう定義をしていきたいなと思っておりまして、日本人であれば普通に言うとですね、どんな人でも中学校高校で大体6年ぐらいは勉強英語の方を勉強するわけですね。読み書きっていうのは実際皆さんなんかできないできないって言ってもですね、全然下地としてはめちゃくちゃあるわけです。例えばスニーカーとか、普通に靴のことは、シューズってわかりますし、あとテーブル、コップ、グラス、ソファー、なんでも英語で大体のことは、単語はみんな知ってたりとかしますし、もっと難しい単語なんかも中学、高校で習いますけれど。で、そういうふうなんですね、例えば B 動詞であるとか、普通の、do とか does ぐらいのことは皆さんできるわけで、そうなると、例えば、ズブの、他の言語、多言語で、中国語とかフランス語で、じゃあ中国語で一体郵便局って何て言うんだとか、フランス語で靴のことって言える人って、そうそういないですよね、普通に学習をしようと思わなければ。ということで、英語っていうのは結構ですね、やろうと思えばなんか乗っかるような、なんかその土台っていう基礎はみんなあるわけですね。でも、結局、できない、できないっていう人って、じゃあ一体何ができないのっていうことになるとですね、結局、そういうふうな下地があるっていうところで、できないっていうふうなことっていうのは、一体どういうことかというふうに考えると、話すことができないというふうに解釈することも可能なわけですね。で、英語で話すイコール、例えば青年の首長みたいに舞台の上に一人で立ってですね、独白のスピーチをするっていう、そういうことではなかろうと。で、そういうことではなくですね、結局、英語を話す相手の人がいてですね、で、その、自分も話して、相手が言うことを聞いて、自分でも話せるというふうなことが、結局、英語のできるっていうところになるんじゃないかと思いますね。で、そうなるとですね、話すっていうことを、プラス、相手の話を聞くということもですね、加わることになるということで、結局、じゃあ、英語できるようになる。できるってどこ？できるってどういうこと？ということで、普通に考えると、聞き取って話すことができる。ということが、普通の、我々がここで考えるところの英語ができるということじゃないかと思います。で、独学でですね、じゃあどこら辺のレベルをその聞き取って話すことっていうところを目指していくのか、英語についてですね。で、普通に考えると、一番右上のこの英語圏のニュース、映画を字幕なしで理解するというところが、普通にですね、目指すレベルじゃないかなと。じゃあ、程度としては、じゃあ、英語圏のニュース、映画っていうのは100%わからないといけないのは、これはそんなことないと思います。正直、実用性を持って、自分が英語できるようになったら問題ないな、聞き取って話すこと自体にそこまで、大きな問題ないなっていうところの目安としては、だいたい7割ぐらいと考えていただければいいと思います。なぜかというとですね、結局、言語っていうのはですね、なんかその、普通に独学で、非英語圏に住んでいる、英語が母国語でない、学習者がですね、やるとしたら、100%って正直無理なんですよ。なかなか難しい。例えばよく言われるスラングとかいうふうなものがあるとします。で、スラングっていうのは結局なんか悪い言葉だけの話じゃなくてですね、結局、英語圏の、なんか英語で、英語の文化圏で生活している人が、生活の中でですね、普通に出てくるような、なんかその会話として、出てくるような表現であったりとか、例えばですね、日本語でも考えると、なんかその結構ありますよね、なんか流行り言葉、普通に書いてあるビレゾンであったりとか、あれ普通に読めないし、みたいな感じで、なんかそのマンジだとか、エモいとか、そのいろいろ表現ありますけど、ああいうのって普通に泡のように生まれて消えていくような表現があったりとかしますけど、それをいち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 ですね、その時代の流行に乗ったような形で1年や、そこらで消えていくような表現を、毎回毎回取る必要もない。で、その流行っていうことをなんか追う必要もない。ある程度あると思いますが、ただ、要するに、ここで言いたいところっていうのは、結局、そういうふうなニュースや映画の100%理解できない、例えば2割、3割取れないところっていうのは、言語の学習以外の部分が大きいんですね。例えばそれは文化的な、先ほど申し上げた通り、文化的な背景によるものを多く含んでいて、話し言葉っていう中で実際に生活する中で経験するものが大きいと。
例えばですよ、普通に考えてみてですよ、めちゃくちゃ英語、あ、ごめんなさい、日本語ペラペラのなんか外国人がいたとしますよね。で、それで、まあ、例えばものすごいパーフェクトにできてる。で、100% 独学で日本語をマスターした。で、普通に日本に来たと。で、じゃあ、例えば我々がタマ、ペットの名前の話をしていて、タマとポチっていうことを言ったらですね、日本語 100% に分かる外国人でも、多分タマが猫の名前で、ポチが犬の名前っていうのは分からないはずです。結局そのタマとポチが、なんかそのどっちが犬の名前、どっちが猫の名前みたいな話って、文化とか、あとはなんかそういうふうな慣習に根ざしているものが大きいっていうところは、なんとなく経験則上でご理解いただけるものがあるんじゃないかなとは思いますね。で、まあ、あとはそうですね、先ほど申し上げた流行り言葉、例えばその普通に、まあ、最近直近で見たモーニングショーっていうか、まあ、ワイドショーみたいなんで、なんかそのディスるっていうことをキャスターが言ってて、日本語も変わったなと思ったんですけど、ディスるってもともとですね、ディスリスペクトっていう、まあ、単語のなんかその、ところから取って、それが動詞化したみたいな話で、まあ、アメリカとかでなんかその黒人のラッパーとかがですね、ラップバトルみたいな形で、まあ、日本でも多分あると思うんですけど、まあ、1分2分ぐらいのなんかその持ち時間で相手のことをなんかその即興のラップで悪口言っていくっていう、そういうバトルがあるんですけど、それから生まれたんですね、ディスるっていう、そのディスレスペクトを、まあ、動詞としてディスレスペクトフルとか、まあ、そういったところがなんかその結局動詞化したみたいなところがあったりとか、もともとはなかった言葉ですね。で、そういうふうなところであったりとか、あとはなんかその、比較文化の部分で言うと、結構なんかその持ってないといけない文化的背景って、英語で言うと例えば聖書であったりとか、あとマザーグースとか、そういうふうな文学的な古典ですね。で、そういったところをですね、まあ、持っとかないといけないっていうのはあってですね、例えば、まあ、例としては映画でキングスメンとかいうのってあると思うんですけど、あれ見た時になんかその向こうの人たちが思うのって、おそらくなんかその王様の家来みたいなイメージを持つと思うんですね。で、映画でもなんかその、まあ、何回か映画になったりとかリメイクされたりとか、まあ、古典の映画でオーザ・キングスメンっていうのがあってですね、まあ、結局そのオーザ・キングスメンって言って、その普通に英語圏の人が聞くとですね、結局最終的には取り繕えなかったっていうことを想像します。想像しますね。で、これは何から来てるかというと、マザーグースのハンプティ・ダンプティがなんかその塀の上に座ってて、なんか落ちて卵でできてるじゃないですか。で、卵の殻が割れるっていうようなって教科書で見たことあると思うんですけど、あれマザーグースの一編で、結局あれ続きがあって、ハンプティ・ダンプティが塀から落ちてぐちゃぐちゃになって卵の殻が割れて、で、それで続きとしてはオール・ザ・キングズ・メン、王様の家来がハンプティ・ダンプティを元に戻そうとするんですよ。そのくしゃくしゃになったなんか割れた卵の殻をつなぎ合わせて、でも結局できなかったっていう、そういう結末なので、まあ、例えば権力にとらわれた男が最終的にはなんか破綻していくみたいな形の映画が、まあ、1950年ぐらいかなにあったりとか、その現代であったりとか、あとはニクソン大統領がですね、ウォーターゲートの時に、まあ、結局いろいろ隠蔽して隠そうとするんですけど、結局自分がその、まあ、罪を犯してたっていうのがバレてみたいな感じの本とかも、そういうオーザ・キングスメンっていう、結局最終的にはなんかそのニクソンの罪は隠せなかったみたいな、そういうふうな、まあ、なんていうんですかね、もともとのなんかその、みんなが、まあ、常識として持ってる、誰でも読んだことがあるとか、それっていうのは聖書であったりとか、マザーグース、そういったところから来るっていうところの表現とかがあるので、それを理解できてないと分かんないんですよ。で、長くなりましたけど、結局そのレベルとしては、まあ結局7割ぐらいで、独学でたどり着く英語学習としては十分通じます。7割ぐらいいけてたらもう全然大丈夫です。で、そういうふうな形で、例えば字幕なしで、そういうふうな形でニュース、映画を7割理解できるっていうのが、まあ、聞き取りとしてはできるというレベルで、ビジネス英語、まあ、普通に、まあ、生活な会話の英語を 100% 問題だと言って過言ではないと思いますね。で、読み書き、
まあ、聞く話すっていう要素が言語にはあると思うんですけれど、まあ、この2つ目の、まあ、箱、緑色の文字のパターンですね、右にある。で、これに関してなんですけれど、ですね、まあ、結局どっから始めるかっていうと、やっぱり、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、できないっていうところって、読み書きもなかなか弱いよとは言いつつも、まあ、一番そのできないと思われるような英語っていうところっていうのは、聞き取りであったりとか話すことっていうのがまずベースに来ると思うんですよね。で、読み書きに関しては、まあ、ベースはあるので、あとはなんかその結局はレベルの話だと思うんですけれど、ここでそのまあまあ聞くこととか、あとはまあ話すことにフォーカスしたいっていうところは、結局独学で結構ね、なんかそのパーツとして組み立てるっていうことができるっていうことがあるのかなと思っていてですね。で、まあそれをですね、なんかそのまあ結局、やっていきたいという話でして、で、まあ、独学で聞く話すっていうことに関して、私がやってきたっていう方法っていうのは、誰でもできるような形、しかも難しいっていうか、方法ではなかったなというところがあったんですね。で、まあ、それを、まあ、再現して、英語学習方法っていうのを、まあ、いわゆる加藤式というかですね、自分式というところを確立して、再現性を実証してみたいと。で、何が独学としてなんか難しくないかというとですね、結局机に向かって勉強するようなパターンの、勉強、やり方じゃないんですよね。辞書も使わないですし、で、主にもう聞いていくことっていうことがほとんどを占めるっていうことですね。イコールなんかその勉強しない、まあ時間はかけていくんですけど、勉強しないで結局音が常に流れてるような環境づくりをして、耳を鳴らしていくというところで、まあ、結局スペアタイムっていう、まあ、要するに自分でそんなに積極的に何かを集中してやってるような時間じゃない、空き時間を利用して、まあ、自然につられて勝手に覚えていくっていう状況を自分で積極的に作っていこうじゃないかっていうところが、まあ、大きなところかなと思ってます。で、自然にっていうのは結構覚えることってあると思うんですよね。例えば、なんかその一休さん、アニメの一休さんの歌とか、子供の頃よく一休さんも死ぬほど見ましたけど、で、一休さんの歌とかって、例えば、そうですね、まあ、大体なんか皆さん歌えると思うんですけど、大体あれですね、なんかその、結局スッキ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 とかいうやつを、普通に歌えるわけじゃないですか。で、スキが何回あるかも数えることができる。多分合ってますよ。で、それで、まあ、他に、サザエさんのなんかその、お魚くわえたみたいな、みたいなやつとか、そういうふうな別に覚えようとしてないけど覚えちゃってるみたいな、そういう形で自分の中に刷り込んでいくっていうところが、まあ、結構頑張らない英語学習法としてはなかなかいいんじゃないかなと思っててですね、何回も耳に入って勝手に覚えていくというところですね。で、あとはなんかそういうふうな形で、そのまあ話す、ごめんなさい、聞くことイコール話すことっていうところにつながってくるんですけれど、結局これもですね、なんかその聞いてるとなんとなく言語が移ってくるって人間ありませんかみたいな話で。で、例えばこれも例なんですけど、大学の頃になんかその合宿とか行ったら、なんかまあいろんな地方から来てる人が集まって、関西弁の人がいたら関西弁に2日3日ぐらい一緒に生活してると関西弁になるような、なんかで東京出身の人もなんか偽物関西弁使ったりとかし始めるみたいな、そういったところっていうところって言語でやっぱりあるんですね。言語でつられていくっていう。で、まあ、結局、英語、なんかその、例えばライズアップの英語で2ヶ月で話せるようになるって、あれ正直嘘ですね。絶対無理ですね。で、結局言語学習って特に大人っていうのは時間かかるんですよ。で、まあ、結局英語学習に限らず言語の学習って結構しんどい。なかなか喋れるようになりませんし、辛いところが多い。で、それは間違いなく事実だと思いますね。ただなんかその結局ここで言いたいのは、環境づくりを自分自身のためにしてあげれば、
勝手に背景で流れてるような形で、それでじゃあなんか辛いなとかそういうふうに思わないっていう、まあ言うたら雑音が流れてるような感じですよ。もしくは一休さんの歌、サザエさんの歌が延々エンドレスで流れてるようなもので、それに関してはなんか結局そういうふうな環境づくりっていうのを作るためには、やっぱりなんかその何かしらながらで見てるものであったりとかはやめてほしいなっていうのはあるんですよね、正直。だからテレビとかを見てたりとかして、なんかそのあんまり大した番組を見てないんだったら、別に好きな番組見るなって言ってるわけじゃないんですけれど、で、やっぱりそういうふうにながらで全然入ってこないような、正直一休さんの歌なんて僕はもう全然いらんなと思うんですけど、自分の脳みそのメモリーから消してもらって全く構わないんですけど、でも残っちゃってるっていうところで、で、そういうような形で、なんかその、まあ、脳みそのメモリーを使えるとか使ってしまおうっていうところはありますね。で、やっぱりなんかそのテレビとかってあんまり別に見ててなんか残るようなものが正直あるとは思わないので、テレビっていうのをなんかその1時間見てる、2時間見てるっていうんだったら、その1時間2時間を消して、なんかその英語が流れるような時間を作ってほしい。もしくはなんかそれすら嫌だっていうんだったら、もう寝入り花、それからまあ寝てる間ずっと、で、起き抜けとかいうところで、なんかその寝てる時に流してもらっても全然結構です。で、そういった形で、その日常的に英語がその背景として流れるっていう時間を作ってほしいなっていうのはあるんですね。で、まあ僕はなんかその英語を自分で一生懸命やってた時に、やっぱり寝てる時にずっと流してたっていうのは実はあってですね、悪くはないですね。起きる前のなんかうとうとってしてる時になんか急に聞こえてきたりとかすることがあって、意味を持ってですね。で、そういうなんかその、ぽやぽやなんかその寝ぼけてる時に英語が流れてきたりとかするのって意外に脳に入るような気がします。で、そんなになんかそのめんどくさいことじゃないじゃないですか。寝てる時にボソ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 英語で喋られてるだけの話なので、で、それをエンドレスで流すっていうのは結構ありじゃないかなと思ってますね。で、まあ、ここで言いたいのは、結局この方式っていう骨子としては、結局英語の音を自分の時間をなんかその、なんかまあ一生懸命能動的にかけるっていう、かけていくっていうよりは受動的に、まあ、音の習得をしていくっていうところで、時間をかけて慣れていくっていう形は必要なので、言語に関しては。で、時間のかけ方っていうのは、結局そういうふうな隙間時間を利用した環境を作っていく。勝手に音が流れてる。で、なんとなく取っていく。で、例えばさっき言ったように合宿でそういうふうになんか関西弁が乗り移ってしまうみたいな感じの、なんか、慣れを作っていきたいんですよ。で、あとプラスして、音の構造っていうのを理解しないといけないっていうのがあってですね。で、正直英語って発音の構造が全く違うんですよ、日本語と。なので、例えば単音でこういうふうな音っていうのは、こういうふうに口の形を持ってきて作りますっていうことをパターンとして覚えないといけないですし、あとは発音が変化していくんですね。まあ、これに関しては詳細は後ほどお伝えしますが、英語が聞き取れない一つの大きな理由としては、一つは発音が自分でできない。じゃないと聞こえないんですね。例えばまあこういうこと言うとあれなんですけど、耳の不自由な方って結構、自分の発音と、それとあと耳のフィードバックっていうのが壊れてるから、発音もうまくできなかったりするパターンってあるんですけれど、結局そこっていうのは自分が発音できる音じゃないと聞けないっていうのが、まあ、いわゆる一般的な音声学の、まあ、常識なんですね。なので、ある程度なんかその外国人ながらなかなか難しいっていうところはあるんですけど、これに関してはほぼほぼ筋トレです。なので、まあ、単音の作り方っていうのは、こういうふうな形で筋肉を動かして、話していくっていうのをやっていけば、聞き取りの方もできるようになってきますし、あとはその先ほど申し上げた英語のなんかその、まあ結局文体の中での発音の変化のパターンっていうのがあるんですね。で、そういうふうな発音の変化のパターンっていうのを、結局、まあ、日本の英語学習のなんかその問題として教えていないっていうところがあるので、で、そこをやっぱりこだわっていくと、やっぱりどうしてもいつまでも話せない、聞けないようになっているっていうところが問題点だと思いますので、で、そこのパターンっていうのは、こういうパターンがあるんだ、こういうふうに音は変化するんだっていうことを学べば、そんなに難しくないと思います。なので、結局まあ、名前をつけるとしたら、可動式英語勉強法みたいな感じで言うならばですね、この勉強法っていうよりは、ほぼほぼ反復運動とか練習
ということになるんですね。でそれで独学していくっていうところで、まあ、そういうふうな形でやればいいんじゃないかなとは考えております。